はい、マイラーズ TV にようこそということで、今回はマリオットボンボイ最大50%ボーナスセールのポイント購入セール開始を解説します。2022年初のポイント購入セールが始まりました。じゃんということで,ですね。ボーナスでポイント最大50%アップ、さらに自由気ままな息抜きへの旅へというふうに書いてありますよね。最大50%ボーナスのポイントセールになります。この動画ではセール内容を解説、お得なポイント購入方法、そして買うべきかどうかの考察まで解説しますので、ぜひ最後までご視聴ください。ちなみにこのチャンネル、ホテル YouTuber マイラーズ TV はマリオットボンボイ専門チャンネルになります。 マリオットボンボイ活用、マリオットボンボイアメックス活用、ホテルレビュー、ホテルルームライブという楽しい4つのコンテンツ配信してますので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それでは解説いってみましょう。ではまずセール内容を解説していきます。セール期間ですが、2022年2月15日から2022年3月24日ということでですね、もうすでにセール始まっております。来月の24日までということで、正確には日本時間で言うと3月24日の12時59分ですね、お昼ちょっと過ぎに終わってしまうということで、できれば購入したい方はですね、余裕 を持って購入すすることをお勧めします続いてセール内容なんですが、このセール最大50%ポイント増量が行われるというセールになります。ポイント増量を獲得するためには2000ポイント以上の同時購入が必要になります。最大50%っていうところが今回のこのセールの肝なんですよね。それどういう意味かというと、購入ポイントによってボーナスが変動するんです。後でこれ詳しく解説しますね。それからもう一つ、英語サイトのみのセールになってるんですけども、ユニオンペイ、いわゆる銀霊カードですね。これで支払うことで10% 割引という風になっておりますこれは先着順ということなのでこの10%割引を使いたい方は英語サイトに載っているこのセールの規約をよく読んで自己責任で使ってみてくださいではボーナスポイントのところ解説していきます購入ポイント数でボーナス率が決まるということでですねまず2000ポイントから9000ポイントを一括で購入した場合には40%ボーナスポイントが増量されますそして1万ポイントから39000ポイント一括購入することで45%のボーナスポイントが付与されますそして4万ポイントから10万ポイント 一括購入することで50%のボーナスポイントが付与されるんですこのように3段階のボーナス率が設定されているわけですね。なので、できればこのセール使うてあい時には、最大の50%を狙うということで、4万ポイント以上購入することを個人的には強くお勧めします。また、セール内容補足なんですが、マリオットボンボイのポイントっていうのは、1000ポイントにつき12.5ドルで販売しております。多く買ったからといってですね、割引が効くというわけではないんですね。そして、ポイントの付与のタイミングなんですけども、購入の処理は購入後72時間以内 というふうになっておりますまた1回での購入での最大ポイントは10万ポイントまでという形になってるんですねなので10万ポイントを一括で買えば50%のボーナス付与ということでボーナス込みで最大15万ポイントが獲得できるという形になっておりますで注意事項2点あるんですけどまず一つはマリオットボンボイのポイント購入はマリオットボンボイに入会後30日経ってから可能になりますのでこの点注意してくださいねそれからこのセールなんですがほとんどの会員がこれ使えるはずなんですがひょっとしたら対象外の会員がいるかもしれないという ことを注意事項としてここでお伝えしておきます。では、続いてこのセールを使ってポイントをいくらで実際購入できるのかということを価格、テーブルを使って解説していきます。じゃんということですね。表を作ってみました。まず、この表の説明ですね。左から購入ポイントの列ボーナスポイントの列、そして合計ポイントの列購入価格。これはドルですね。そしてここには参考として円の列を入れています。1ドル116円で換算した時の購入価格とポイント単価ですね。これを円で出してみました。では、上から見ていきましょう。まず1000ポイント。の購 購入はボーナスポイントはありません2000ポイント以上買わないとボーナスポイントないんですねなのでこれ通常期の価格だというふうに見てもらいたいんですけども1000ポイント購入で12.5ドルかかるということで1よる116円で換算すると1450円1ポイントの単価は1.45円になるということですここが通常期の価格だというふうに見てください続いてセールの価格見ていきましょうまず2000ポイントから9000ポイントは40%ボーナスが増量されるということでですね例えば2000ポイントを購入すると40%ボーナスということで800ポイントか,か 獲得でき合計ポイントは2800ポイントになります購入価格は25ドルなので円で換算すると2900円ポイント単価は円で1.04円という形になります通常金に比べてだいぶ安くなってますよね続いて45%ボーナス1万ポイントから39000ポイントを購入することで45%ボーナスがいただけるんですけどもポイント単価はズバリ1円という形になりますポイント単価だんだん下がっているの分かりますよねそして最大の割引なんですけども4万ポイントから10万ポイントを購入することで50% ボーナスが獲得できます一番下を見てみましょう10万ポイントを購入することで50%なんで50万ポイントが付与されて合計15万ポイントを1250ドルで購入することができるんですポイント単価は0.97円という形になるわけですね一番上が通常期なので1.45円なのが0.97円で購入できるっていう最大50%であればこのセールかなりお得っているんじゃないでしょうかでは実際にお得なのかどうか見ていきましょう例えばですね一例として6万ポイント ポイントを購入した場合どうなるんでしょうか通常期であれば6万ポイントを購入すると750ドルで購入できますこれ116円で換算すると8万7千円になるわけですねこれが今回のセールを使うと500ドルで購入できますのでドル円で換算すると5万8千円になるという形なので約2万9千円ほどお得になるという感じですよね6万ポイント買うとそして今回買ったこの6万ポイント使い方によってはさらにお得になるわけですその一例をですねザ・リッツカルトン日光で示したいと思いますザ・リッツカルトン日光カテゴリー2 7のホテルということでスタンダード日は6万ポイントピーク日は7万ポイントオフピークは5万ポイントということでですねポイント宿泊ではかなりお得で泊まれるホテルという定評があるんですが実際に何ポイントで泊まれるのか見ていきましょうこれは今日取った2022年5月のポイント宿泊のカレンダーなんですけども7万ポイントということでピーク日それから6万ポイントということでスタンダード日設定されておりますよねもちろんポイント宿泊では予約できないところもご利用不可ということでいくつか出ておりますけどもまだご覧の通りポイントでの宿泊は可能な状態な なってますでは、2022年5月8日を見ていきましょう。こちら、スタンダード日ということで、6万ポイントで宿泊できるんですね。この日のプランなんですが、ポイント宿泊ができるということで、客室 2W、ガーデンビュー、バルコニー、それから客室ワンキング、ガーデンビュー、バルコニー、それぞれが6万ポイントで泊まれるようになってます。例えば、客室ワンキング、ガーデンビュー、バルコニー、こちら6万ポイントで予約した場合には、入湯税ということで300円の税金がかかりますので、それ以外のところは6万ポイント、これ今回のセールで500ドルで購入できますので、ドル円換算すると5万8000円。 合計58,300円でこのお部屋泊まることができるんですね。では、キャッシュで泊まるといくらかかるのか見てみましょう。まずは、スペシャルオファーパッケージということで、これが最安値ですね。89,796円という風に出ております。これはスペシャルオファーということで、5,000ボーナスポイント一泊あたりついてるっていう特別なプランになります。なので、この5,000ポイント分単純に比較はできないんですけども、金額を見ていきましょう。ご覧の通り、宿泊金額と税金サービス料合計で89,796円になっております。こちらは通常料金での最安値。 なんですけどもバンキングガーデンビューバルコニーということで同じお部屋キャッシュの予約では9万7751円という風になっておりますこれがこのセールで獲得したポイントで泊まれば約5万8000のポイント購入でお泊まりできるって形なんですねもちろんポイント購入にあたってはカードの為替手数料なども考慮する必要がありますことをご注意くださいこんな形でホテルによるんですがいわゆるスイートスポットと言われているポイントでお得なホテルはかなりお得になるわけですではここからポイント購入のお得な購入方法について実際の画面で 皆さんに解説していきますお得な購入方法というのはズバリアメリカのトップキャッシュバックというポイントサイトを経由して購入するんです。トップキャッシュバックを経由して2.5%のキャッシュバックを獲得することが可能なんです。キャッシュバック分はペイパルで出勤可能ですので使うことができるんですけどもトップキャッシュバックというのはあくまでもポイントサイトなので自己責任で使ってください。では実際の購入手続き画面で見てみましょう。トップキャッシュバックへのリンクはこの動画の解説欄に入れておきますのでそちらを開いてみてください。するとこのような画面が開きますので Free to Join というところ でですね、メールアドレスとパスワードを入れてジョインナウというボタンをタップしてください。一通りの会員登録の手続きを行うとトップキャッシュバックのトップページが開きますので、上にある検索窓にポイントと入れてください。するとですね、プルダウンでポイントドットコムというメニューが出てきます。ここをタップしましょう。するとですね、サーチリザルトということでポイントドットコムのロゴが出てきます。ここをタップしてください。するとですね、ポイントドットコムの出ている案件のリストがずらっと出てくるんですけども、こちらですね、マリオットリワーズ2.5%というところのゲット。 キャッシュバックという赤いボタンをタップしてください。するとですね、マリオットボンボイの英語のポイント購入サイトが立ち上がります。ユニオンページの10%ディスカウントを有効にしたい場合には、できればこのページで買った方がよろしいんじゃないかなと思います。ここは自己責任でやってみてください。それ以外のクレジットカードで購入したい場合には、こちら赤いところに示している English というメニューで、米国以外と選んでください。すると日本語のページが開きますので、このページ下の方にスクロールしていくと、ポイントを購入というリンクがあります。ここをタップしてください。するとですね、ポイント購入画面になりますので、 できればこの画面の下にあるこのセールの規約、よく読んでから購入することを強くお勧めします。ステップ1の購入数のプルダウンメニューを開きますと購入できるポイント数、それから金額がプルダウンで表示されますので、自分が購入したいポイントを選んで手続きを行ってみてください。無事にトップキャッシュバック経由での購入ができましたら、少し経ってからトップキャッシュバックの予定リストの方にこのように購入履歴が上がってきますので、あとは承認されればトップキャッシュバック上でキャッシュバックされるという形です。これを貯めてですね。paypal で出金することで。 もお買いい物がでできるというわけなんですねはい。では最後にこのセールを使って買うべきかどうかの考察を皆さんにお,お伝えします。買うべきかどうかの考察なんですけども考慮すべきことはこちらですね。2022年3月より以下の2つが導入されます。1つはフレキシブルポイントということでですね。これは無料宿泊で必要なポイントがキャッシュ、現金のプランと連動して変動するっていう形ですね。なのでかなり多くの場合は必要ポイントが上がるんじゃないかなんて予想されてます。私もそんな予想してるんですね。 そしてもう一つがフリーナイトアワードトップオフということでこちらは無料宿泊特典 s p g アメックスの更新でいただけるやつですね。それに最大1.5万ポイントを加算して予約するということができるんです。これはユーザーにとってメリットでしかないですよね。この二つを十分に考慮していただきたいんですね。で、私おすすめの対応はこちら二つになります。まずフレキシブルポイント導入を見越してですね、2022年2月中にスイートスポットと言われてるホテルのプランを予約するためにポイントを購入する。それから、 フフリーーナイトアワードトップオフを使うためで、すすね無料宿泊特典に追加するためのツイ,すすイートスポットってどこにあるんですかっていうことなんですが、これは本当に一例なんですけども、日本で言うと先ほどお伝えしたザ・リツカルトン日光、それから海外の人気高級リゾート、ここもそろそろ流行り病が収束して、海外旅行できる状況になりつつあるかなというふうに個人的には思ってるんですけども、それを見越して、例えばザ・リツカルトンモリディブ・ファリアイランド、セントリジス・ボラボラジ ドアルハマラグジュアリーコレクションデザートリザートスーパードバイなどで,ですね必要ポイントとキャッシュのレ例トがかなり乖離しているいわゆるスイートスポットというところを2月中に予約するということであればですねこのポイント購入セールバッチリ活用できるんじゃないかなと思います逆にですねそれ以外は見送りかなというふうに思うんですよやっぱり2022年3月からフレキシブルポイントが導入することでマルトボムボのポイント価値が下がる可能性大というふうに私個人的には読んでおりますのでこれはあくまでの私 私からの考察皆さんにお伝えしてるんですけども先ほどのようなフレキシブルポイントを見越して2022年2月中に予約するあるいはフリーナイトアワードトップオフ用にポイント確保しておくそれ以外であればあんまり個人的にはポイント購入というのはお勧めしておりません以上今回はマリオットボンボイ最大50%ボーナスのポイント購入セール開始を解説しましたマイすスビデではこのようなマリオットボンボイの活用についてガイドしていきますのでぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください最後までご視聴いただきましてありがとうございました Bye. Uh -huh.